長野温泉は、大阪府河内長野市の石川沿いにある温泉。また、河内長野市内の各所の温泉全体を指すこともあり、それらについてもここで述べる。天然温泉湖の家、河内長野村長野温泉の源泉は、石川と奄見川が合流する支点付近であり、噴出井戸と呼ばれることもある。この地域は、古くから高野山三景道である。 高野街道の宿場町として産経者が来用しており、少なくとも平安時代にはその存在が確認されている。ただし、温泉が利用されるようになったのは江戸時代からとする説があるが、文献に残る限りでは極楽寺温泉として1906年に開業したのが始まりとされている。明治末期や昭和中期に石川沿いで温泉街が形成され、観光客で賑わったが、 現在それらの温泉街は衰退し、温泉旅館としては河内長野層が残るのみとなっている。ただし、車での利便性が良い大阪外環状線沿いに、鶴亀大 &E が、日帰り温泉施設の風の湯河内長野店を2002年に開業するなど、新たな動きも見られる。温泉地全体を長野温泉と呼ばれるようになったのは、昭和初期からであり、元を正せば、 極楽寺温泉として利用されてきた。長野村古野にある極楽寺に温泉を開いたのが起源とされているが、その時期については不明である。江戸時代から当時に来る者を入浴させていたという説があるほか、聖徳大子が古野極楽寺へ病気平湯に来たところ、おじから境内の杉の木の根元にある泉を信ずれば、病は平湯すべしとのお告げを受け、その冷水を飲んで、 病が治ったという伝説が語り継がれている。現在残っている記録には、朝日新聞掲載の高野鉄道の広告に、新温泉海上各駅より、長野行往復阪地の見出しで、新たに発見されたる、極楽寺の温泉11月25日湯開きの式を、上げ、引き続き毎日せゆをなすと記されており、広く知られるところでの極楽寺温泉は1906年に開業し、 1908年に、寺内の湯屋県備の宿泊施設である山、笑い館の会館で、極楽寺温泉が知られるようになったとされている。源泉は、当時の西条川と三日市川が合流する石川右岸にあったとあり、現在の長野温泉の源泉と、ほぼ一致している。また、藤沢南岳や渡辺家庭ら文人が訪れたという記録が残っている。 1911年までには、長野駅周辺に、楠木館、錦水楼、一里木き楼、き館が源泉を同じとする温泉旅館が開業されていて、この頃から温泉街が形成されていた。同時期に、極楽寺では寺の趣旨に背くとして、境内にあった温泉場、料理屋をすべて撤去し、周囲の田畑を取り入れて、四季の草木を植えた。 極楽寺遊園が開設し、その後は境内で自家湯程度の利用に留めるようになった。その後の大正初期には、極楽寺温泉が閉鎖し、源泉は利用されなくなったと同時に、温泉街は衰退していった。極楽寺温泉が閉鎖し、荒廃されるがままとなった源泉を1960年に、長野町観光協会が主体となって、極楽寺より、温泉権利の譲渡を受け、 大阪府河川会より河川敷使用の許可を得て、翌1961年に大阪府温泉審議会の開業許可を取った。これを、朝日新聞など新聞御社が、河内長野に温泉郷甲州大浴場も誘致へといった見出しを掲げ、注目された。約40年間放置されていた紛失口は、使用できなかったため、掘り下げて深さ5メートル、長さ6メートル、 横3メートルの収水池に拡張され、温泉組合の楠木緑角、八重、梶ジカ層、オバ亭、三洋層、青柳の7棟に配管供給を開始した。長野温泉加盟店は、1964年に楠木緑角、梶ジカ八重別館、小花館、キ楽、宝亭の6棟になり、 翌1965年7月には、くすのきみ角がなくなりゴム棟となっている。温泉街として栄えたのは、この時期を最後に現在まで、衰退の一途をたどっている。当時の多くの温泉旅館は廃業し、住宅街に形を変えたりしたが、現在は、お花旅館や、八重別館など一部旅館が残っている。他、温泉旅館としては、河内長野層が経営を続けている。 1900年から1920年頃までの温泉街は天見川周辺に1960年代の温泉街は昭和初期に長野新地とされていた黄金橋から行者岩周辺までの石川河川敷を中心に形成された。現在、それらの温泉街はニュータウン化による駅前再開発や宅地造成によって以下の旅館等を除いてほとんどなくなっている。 その代わりに、大阪外環状線沿いに、日帰り温泉施設の風の湯が開業するなどしているが、温泉街は形成されていない。1960年代に、河内長野市近辺にある温泉をまとめて、長野温泉と称するようになった。現在、市内に残っている温泉には、長野温泉の河内長野荘、天見温泉の南天園。 2002年に日帰り温泉施設として開業した風の湯河内長野店がある。西木家温泉として知られる旅館は、三日、市村大技三日市の油屋で、高野山御用宿として、近世以来に栄えた旅館であり、江戸時代の開業が伝えられる。起源は明らかではないが、伝承に、運営、公安の頃、旅の僧が、小用の里に来た時に老僧が潜水を指さして、立ち去り、 試しに足を浸すと疲れが癒されたことから、村人が当受賞を解説し、腰尾ののぶろと呼んだとされている。近代では1890年夏に大麻小塩の烏干し系上司の山麓から噴出する光線を発見し、西木系温泉油屋へ衣替えが行われた。当時は長野駅が開業していないにもかかわらず、開業日と翌日だけで500人以上が訪れたと報じられている。 当時は、油屋で使用される水車が庭園内にあり、三日市塾の名物となっていた。1900年9月に、高野鉄道が、潮見橋長野間を開通させると、翌1901年春に増築に着手するまで、にぎわった。また、この温泉による影響で、サビ両たる一間村だった三日市村は、個数300と、群役所所在地の富田林町を凌駕するくらいに、 なったと記されている。しかし、周辺の市街化も相まって、1975年に、西木家温泉は廃業し、現在は、温泉旅館等は残っていない。天海温泉南北朝時代に、金剛の流れ谷八幡神社の宮司が病弱に、苦しむ人のために、当地場を開いたと伝えられ、一度消失した後、1935年に、再建された。現在は、本館が、 国の登録有形文化財に登録されている、辰野金吾設計の南天園が、温泉旅館として知られている。塩の宮温泉とはかな村横山の天神ホコラの西木川間のことで、石川東岸の牛尾遊岸から噴出する光線を、厳選に1910年に開館した。選出は1926年2月26日の、 朝日新聞によると、食塩炭酸塩であるとしている。河内長野市内にはないが、温泉地と当時の市街地であった塩の宮とのつながりから長野温泉の一つとして数えられている。この地域に温泉が流出する理由については、塩の宮火山岩を参照。後年、近畿日本鉄道が経営する新施設が開業するが、戦中に、 不可学校の臨海学者として使用され後に廃業した。現在それらは跡形もなくなっている。滝畑に存在した温泉で、温泉旅館は牛尾郵送であった。滝畑の自然を観光の目玉として比較的長い間営業していたが、1981年の滝畑ダムの造成により廃業した。関心寺の南に存在した温泉で、 温泉旅館は菊水館であった。現在は残っておらず、源泉についても詳細は不明である。また1911年時点では、行者岩を源泉とした道館が河内長野駅付近で営業を行っている。天の山南西にあったとされている笠上温泉の所在は不明である。村名で知るす南面里の山には、古くから鳥地獄があり、天保機にこの水を汲んで湯として、 一丁ほど離れた街道筋に農家を改造した入湯所、南面林の湯があったことから、これが笠上温泉にあたると考えられている。ありがとうございます。